現在4連勝中の岐阜と今シーズンリーグ3度目の連勝中の町田、勢いに乗るチーム同士の対決となりました。では両チームの選手たち審判団先頭に入ってまいります。サイフシー岐阜のスターティングメンバーです。 4-3-3 のシステム、前節からメンバーは変わらずです。そしてベンチには田中パウロ、純一、怪我明けベンチメンバーに入っています。そして町田のスターティングメンバー予想フォーメーションとともにお送りいたしましょう。 4-4-2 のシステムで、こちらも前節からメンバーは変わらずということになっています。中島優希の得点も期待が高まるところです。吉浜のキック、向こうサイドからのコーナーキック、低いボール、これは枠の外になります。ニアサイドで鈴木が最後はヘディング合わせていきました。今度はどうだ、今度は上げていく、中央キーパー前に出てきてボールをかき出していく、宮本が浮かせて古橋ターゲット、キーパー福井が前に出てきてキャッチしていきます。ここも激しいコンタクト、杉森、さあ鈴木クロスを入れていきますが、ビクトルキャッチ、ここも吉浜が中に入っていました。これがよく読んでましたね。そうですね、福井のこのボールも単なる長いボールではなく攻撃の第一手となっている。藤森、森村からのボール、クロスボール、鈴木、いや決定的でしたね。はい、森村からの速いクロスボール、ここ縦パスが非常にいいボールですよね。はい、右足の井上、左足の吉浜、吉浜が蹴っていく、うん、ここは直接狙っていった、狙ってきましたね。はい、吉浜直接ここは狙っていった。キーパーの前には武田がいます。完全に直接だろうというような感じですよね。はい、逆サイドには、ね、岐阜の選手が4人、はい、ディフェンダー2人しかいないですからね。そうですね、まあ、今1人入りましたけどね。直線で狙っていったがポストに当たった、セカンドボール、ポストですか。何度か裏を取るシーン、さあここは森村のクロス、杉森がさあ最後ターゲットですけどね。はい、山岸が真ん中に入って、はい、田中パウロが右ですね。はい、で風間が一列下がりましたね。はい、サボがシュート、ビクトルとか防いでいる。ビクトルの先ほどのファインセーブのシーンです。のボールはここはビクトル前に出てくる、ウリアン・バブスキー頭で落として中島優希、武田がヘディングでかき出す、中央のボール、これはゴールに吸い込まれた。この均衡を破ったのは町田ゼルビア。手元の時計、後半32分、この均衡を破ったのは町田、得意のセットプレー、クリアミスですかね。最後はこのキックに対しては下坂が足を出したボール、そしてさあ裏、さあ古橋、スローベイン順調となるか、枠の右、決定的でしたけどね、キーパーと1対1、先ほどのシーンでクリアしきれなかった古橋が、さあその自らの足で取り返そうかという、縦にボールを送る、ここも町田の守備、そして風間のヘディング、枠のわずかに右、
長いボールを得ていく。古橋セカンドボールはここはやはり町田が取っていく。そして長い笛、1対0、町田が1点のリードを守りきって今シーズン2度目の3連勝を果たした FC 町田ゼルビア。さあ岐阜はさらに連勝を伸ばすことはできませんでした。